ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が現地4月2日、本拠地でのサンフランシスコジャイアンツ戦に2番指名打者で先発出場。3打数ノーヒット1四球と快音はまたしても響かなかった。大谷は開幕から37打席ノーアーチとなった。同が今季日本人選手第1号ホームランをチェック。大谷は第1打席で見逃し三振、第2打席で中日に倒れると、第3打席は四球で出塁。さらに第4打席は2ゴロとなった。試合は初回にムーキー・ベッツが内野安打で出塁すると、大谷が三振で倒れた後、フレディ・フリーマンが右前敵地打でドジャースが先制。3回に2から1と逆転されるも、その裏にすぐさまベッツの5号ソロで同点とし、4回には下位打線も爆発して5から2と逆転に成功した。その後、5から4と1点差に詰め寄られたドジャースだが、救援陣が踏ん張り、逃げ切り勝ち。ドジャースが3連勝を飾った。ドジャースは打線の看板である1、2、3番の MVP トリオに明暗が分かれた。1番ベッツはナリーグ単独トップとなる5号を含む2安打1打点。3番フリーマンは前日に続く猛打賞の3安打1打点と絶好調。一方の2番大谷翔平はこの日3打数ノーヒットとなり、連続安打試合も3でストップ。開幕から37打席連続で快音が響いていない。